まあいろいろあるでしょう。こういろいろありがとうね、いつもね、うん、ライトからのさ質問で、アーミーライアーミーさんライブをいいね、ありがとうアーミーさん。どうしよう、全然忍んでないね俺ね、ごめんね、忍び配信なのに。そろそろまた編集が溜まってきてるんで、スーパーマルノーラさん行ってみようかな。どうもどうも、お邪魔してます。2回目ですけども、スーパーマルノーラさんの竹内さん、仁丹と申します。ごめんなさい、急に招待しちゃって。あ、これ、楽屋じゃないですかそれ、多分に。あ、楽屋です。ああ、いいですね。今また何でしたっけ、舞台の途中、あ、そうです、休憩中。ああ、ご苦労様です。いつも見てますよ。この間は見てないって嘘ついちゃって、ごめんねごめんね。ああ言ってましたねすいません、ごめんねごめんね。めっちゃ2015年今振り返ってるんですけど、やっぱ銀シャリさんも、もちろんマラローナさんも面白かったんですけど、はい、正統派漫才で、はい、金シャリさんの勢いがすごかったな。 あの M1 のキャッチフレーズってあれですよね、竹内さんいらっしゃい、あ、いらっしゃい、いらっしゃい、まあマックンとこから来ました、アーミーいらっしゃい、あれですよね。あ、バトルされるんですねそうなんですね、一応しましょう。わかりました。僕毎回言うけどリスナーさん少ないんで、ちょっと顔出し した方がいいかな。あ、僕も少ないですよ。あ、そうなんですね。顔出ししないでいっていいですか、はい、このエフェクトで遊んで、はい、ちょっと、はい、あの、B になるようなことはしませんので、ご安心ください、竹内さん。はい。田中さんですよね、多分、相方。ジャンガジャンガ、ジャンガジャンガして、ジャンガジャンガして。あ、それアンガールズ。竹内って言う方ですよね。あ、それアンガールズ。ああ、ごめんなさい、ごめん、申し訳ないです。ロッコさんいらっしゃい。ガチャガチャ。どこ行ったかな。ちょっとね、手がね、震えるんですよ、顔出したら。なんで？それ、リスペクトしてるんでね。リーさん。いらっしゃい。ちょっと休みます。竹内さんに喋ってもらおう。もし参加してください、お願いします。あ、そうそう、M1 のキャッチフレーズって竹内さんが考えたわけじゃないですよね。なんか迷われる子羊みたいな。あれはスタッフさんです。ああ、そうなんですね、はい。了解です。ごめんなさい、こんな裏話ぶっこんでいい。あれですよね、竹内さん、あれですよね、ペットボルトルを後輩に投げて、ちょっと、あれですよね。すみません、申し訳ないです。えらい、すみません。えらい緊張しながらボケてくるやん。手が震えてますよ。なんで手震えながらボケてくるの。ボケんでええが。手震えてるから、エフェクトの操作がね、エフェクトの操作がね、ちょっと、これアップルなんですけど。目標2です。はい、あ、これアップルですね。ノーリさん、ゆうちゃん、ありがとう。ナイス。コメントは読み上げてください。僕、コメント全然動いて、あ、ペペロンチューノさん1位、あ、1位じゃない、なんかギフトありがとうございます。いいねより、ギフトより、コメントが好き言うてやってますんでね、よろしかったら。これアップルで、これアップルがかじられるんですね。みやびさん、お帰りなさい。でね、そこをかじられたらアップルで、どんどんどん、お前誰やねー言ってね、ジョブズと思いきや。エリさん、ナイス。これ準備中の、準備中のおじさんでしたね。これ準備中って書いてるけど、何を準備されてたかというとですね。ありがとう。はい。この被り物の準備を、手が震えて押せない。英語でちょっと、この準備をしてたんですね。この、リンゴから出てくる準備してました。すいません、今ね。すごい騒がしい。ごまちゃんごまちゃんすいません。おしなべ配信してます。全然忍べてないけどね。ピタンさん、バラありがとう。あ、舞台か。それ、ナンバーですか、ナンバーの NGK ですか、そこ。ここは兵庫県明石市です。あ、明石ですね。お部屋ちゃん、バラありがとう。台風はもう大丈夫だったのかな、そっちも。台風大丈夫です。あー、OK です。こっちも大丈夫でした。逃げちゃいましたね。ゆうちゃんさん、ナイスコイン。ノーリさん、ありがとう。あー、でもごめんなさい。これ、金閣寺なんですけど。メガネさん、ありがとう。ハートミート、あ、やべえ、読みそうになる。ミュートされ、あ、そう、ミュートされてる可能性もありますね。ありがとうございます。これ、金閣寺と問題児。あ、いや、ミュートされてないですよ。多分、ちゃんと答えてくれるんで、竹内さん。はい。口から生まれた方。ひっきりなしに喋ってますからね。申し訳ないです。アメリさん、ありがとう。ね、普段はね、こんな顔でやってるんで、僕ね、はい、こんな疲れ顔で。まあ、逃げちゃう。リスナーさん、逃げちゃう。これに戻しましょう。はいはいはい。あ、すごい。もう出番は終わられたんですか、その舞台の。いや、今2回出番で、今その合間です。また、あ、そうか、セカンドとか調整されないんですか、スーパーマルノーさん、セカンド。ああ、毎年一応調整はしてますけど。ああ、そうなんですね。まあ、はい、まあ、無理なくですね。竹内さんが全てネタとか考えられてる。そうです、そうです。田中さんですよ、ね、すぎそう、ああ、いいね、ありがとうございます。ミュートリーされてないですよ、ペプロチューノさん。ちょっと問題してない。ああ、聞きました。あ、ごめんなさい、聞こえました、ごめんなさい。いや、これ、
コメントを読んでるだけなんで。全然大丈夫です。全然大丈夫です。申し訳ないです。やっぱね、ほんと。おっさん、僕黙っちゃうかな、もう。ちょっと口がパサパサな。フォローよろしくお願いします。よかったら参加してください。マルノンさんもフォローしてください。ピースさんいらっしゃい。ピースさんよかったらフォローしてください。よかったら参加してください。たけしさんやっぱり一般人はフォローされないじゃないですか。そうですね。そんな滅多にしないですね。そうですね。キンゴリちゃまさまとか知ってます？キンゴリちゃまさん。いや、知らないですね。なんか、つつみさんに、インパルスのつつみ下さんがおられるじゃないですか。はい。はとこの方がやられてたらしいんですけど、めっちゃ喋り方似てると思って、つつみ下さんに。それで知らず、いや、違う、その、キンゴリちゃまっていう人が。キンゴリさん。はい。キンゴリさんっていう方がですね、めっちゃ似てると思って、めっちゃ喋り方似てますねって言ったら、はとこでした。はとこのくせにインコ話、はとこなのにインコを話してるんですよ。はとこなのにインコ。はとこなのにインコ。ちょっと分かりづらい。分かってるわ。分かってる。分かった上でこれやねん。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。分かった上でこれやねん。ありがとうございます。すいません。エリーさんありがとう。ヘアさん休まれてくださいね。これから出番が。あ、コグラチュレーション。あ、宮田のゆうちゃんありがとう。たけしさん MVP の読み上げ。ミュートで読み上げてください。ミュートで、はい、はい。お願いします。うん、じゃあ僕も読み上げていきます。貢献者ランキング。ペペロンチーノナンバー3。ああ、ま、宮城、まさ、どっち？あなたたちはナンバーワンじゃない。オンリーワンだ。ウエー、ジンタンベース、ペペロン。そしてピピタンさん、ありがとうございます。そして2位のエリちゃん、エリちゃん、グローブゲット、ナイス。そして、美肌のユーちゃん、ミスト、ゲットしました。だから、ユーちゃん、ミスト2個目ってことね。ムツさん、久しぶりだね。すごいな、エリさん。ムツさん、久しぶり。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。たけしさん、何でしたっけ、コラボした動画上げても本当大丈夫ですか？もし、事務所から NG 言われたらすぐ削除、まだ上げれてないんですけど。あ、全然大丈夫ですよ。あ、すいません。じゃあ、スーパーマラノーナのたけしさんと、スーパーマラノーナのたけしさんの素敵なリスナーの皆さん、こんな固まったおじさんが来ちゃって、ごめんね、ごめんね、てべろー。すいません、ありがとうございました。あ、お邪魔しました。ジンタンさんとジンタンさんのリスナーの皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。無理なくやられてください。頑張ってください。はい、失礼します。はい、失礼いたします。はい、ということですね。うん、心折れてる。お、僕がかな？僕は折れてるよ。それ尊敬してんだもん。だって、めっちゃすごい人だもん、たけしさん。じゃあこれで終わりましょう。全然忍べてなかったね。皆さんごめんね。ちょっと編集作業戻っちゃう。あ、どうしよう。行っちゃう？次行っちゃう。たけしさん。じゃあ終わっちゃおうかな。全然忍べてなかったけど、ちょっと編集しよう。編集作業に戻りたい。最後行く？もう一回。もう離れちゃったね。ムツさん見てるかな。心折れてる。俺も折れかけたよ。ごめんなさい。たけしさん休憩中だからね、一応ね。あんまり無理させちゃった。だって次が本番が控えてるでしょ、舞台の。じゃあもうこれで最後にします。皆さんありがとうございました。またこれ忍びじゃなくて本格的にやるのは2日後か3日後か忘れちゃった。なんで、あ、みやびさんコラボありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。みやびさん、まささん、たけしさんのデモかモデかだったんですね。申し訳ないです。ありがとうございます。戻られてください。無理はせずによろしくお願いします。ごめんねごめんね、固まったまでで失礼しちゃうよ。テヘペルーと言いながらまたまた切れない今す